このコーナーでは新車店舗のスタッフにいろいろなお話を伺いに行きます。早速お話を伺ってみましょう。レッツスバル。皆さんこんにちは。館林店店長の下山と申します。私は2000年に入社し、メカニック、フロント、サービスマネージャー、そしてセールスと様々な職種を歴任し、現在館林店の店長をしております。趣味はゴルフです。活気のあるお店を目指し、日々スタッフたちとコミュニケーションを取っております。当店は館林市松原に位置しております。太田方面からですと国道354号線を東に向かい左側にございます。東北自動車道館林インターからでも5分と、県外からのお客様も多数おられ、非常にアクセスが良い店舗になっております。近くにはつつじが丘公園もあり、最近では多くの観光客で賑わっておりました。文福茶釜で有名な森んじもあり、グルメの街でも有名でございます。小規模のお店ではございますが、昔から長くお付き合いしていただいております。ユーザー様やスタッフとお客様との関係も非常に深く、アットホームな雰囲気の店舗になります。それと埼玉県、茨城県、栃木県と近隣に3県ございまして、他県の方でも多くのご来場がございます。お出迎え、お見送りを徹底しており、そしてお客様の入店、出店の際はスタッフ全員立ち上がって大きな挨拶をする取り組みを行っております。お客様目線ですね。自分がお客様だったらということを常に考え、行動ができるよう心がけております。タイプが違うイケメンセールス2名や、最新の車から古い車まで幅広い技術と知識を持っているメカニックなど、個性あふれるスタッフが皆様のカーライフをサポートさせていただきます。およそ2300名の管理ユーザー様がいらっしゃいます。年齢、性別問わず他県からも多くのお客様がいらっしゃいます。今回ご紹介するセールスの新井と青木です。よろしくお願いします。新井は小さい頃からスバルのある環境で育っており、スバルのプロフェッショナルと言えます。青木は館林店で5年目になり、多くのお客様より愛されております。富士スバル館林店営業の新井と申します。中学高校時代は部活動で卓球をやっていて、練習はとても大変でしたが、関東大会まで出場することができたのがいい思い出です。今は休日にゴルフをやっており、スコアがまだまだなので、これから頑張りたいと思っています。富士スバル館林店の青木と申します。過去のスポーツ経験としては、空手、野球、ソフトテニス、ブレイクダンスを行っておりました。現在はスノーボード、ゴルフに熱中しております。私の身内家族がスバル関係で働いており、小さい時からスバル車に触れていたので、自分自身も働くならスバルに携われる仕事に勤められればと思っていたからです。現在はスキー、スノーボード、ゴルフを行っております。私の車がレボーグなんですけども、スノーボードを行う際にはキャリアをつけなくても車内に荷物が搭載できる上、3人分の荷物は余裕を持って乗せることができますので、車内も窮屈なく乗ることができます。ゴルフで使う際にはキャディバッグが4つ乗せることが可能ですので、1年中活躍する車となっております。走る、止まる、曲がる、すべてにおいて完璧な車となっております。安全装置はもちろんですが、車における基本性能、ハンドリング、
車体の剛性などがしっかりしているため、車を意のままに操ることができます。これこそ真の安全性と私は思います。真の安全性能をどの車に乗っても体感できるのがスバル車の魅力です。友人や同僚とゴルフやドライブ、買い物です。主に私のレヴォーグで出かけることが多いんですが、ゴルフに関しては、まだスコアが100を切るか切らないかぐらいなので、店長に負けないように、まず90を切るように頑張っていけたらと思っております。トレジャー、BRZ、RRX STI、レヴォーグ STI スポーツになります。一番のお気に入りは RRX の STI です。現在のラインナップにはない308馬力ものパワーがあり、気持ちのいい加速感を味わうことができます。フォレスターです。これからキャンプをやってみたいと思っており、フォレスターなら車高も高く室内も広いので乗ってみたいです。館林店サービス鈴木と申します。私とデオーネの出会いは、担当していたお客様が新車代替えをしていただく際に、大切に乗ってくれるなら譲っていただけると言っていただき、私の手元に来た車です。年式は平成2年式で、平成3年までの生産となります。排気量は 1600cc であり、車両重量は1トンぴったりとなります。今の軽自動車が車両重量900キロですから、大変軽く作られています。ミッションはパートタイム式で、シフトレバー上のボタンスイッチにて切り替えができる方式です。四駆スイッチを押すとメーター内にタイヤ4本駆動の表示が出る仕組みです。エンジン型式 EA71 76馬力ショートストローク型エンジンであり、当時は FJ1600 などのワンメイクレース用にも使用されていました。現在でも通用するようなアイドリング安定性や静寂性があります。変わっている点では、サイドブレーキはフロントディスク固定で、後輪がロックされる構造ではないので注意が必要です。歴代の整備士が修理してきた車なので、大切にしていきたいです。館林店へいらした際は、とびっきりの笑顔でお出迎えいたしますので、気軽にご来店ください。何かあれば新井までご用命ください。皆様のご来店をお待ちしております。